まあ、船山選手、三木、はい、選手、そしてサウダーナ選手、このやっぱ前の3人はやっぱ怖いですからね。そうですね、はい。まあ、そこをどれだけ集中して、まあ、本当にチャンスなんてあんまりないので、はい、杉浦からのクロス、柴田だ、キーパーセカンド、三輪プッシュできない、ビッグチャンス作りました金沢です。こういう一瞬のところでどう決めるかってこと、高さありますからね。そうですね、187センチの稲葉と庄司、低いボールに寄せる、来たゴールラインギリギリのところ、小田がなんとかクリアしました。さあ拾ってホドルフォ、先ほどのシーン、あ、やっぱり小田ですね、ゴールラインギリギリのところ、いいボールでしたね。セレッソの育成から高校時代は藤枝東に進みました。裏へチャンス、新井一輝のクロス、来たか、ヒール、来ましたね、三木の芸術的なヒールシュート、前半のアディショナルタイム、千葉が先制。こういうところなんですよね、フォワードって本当一つのチャンスしかない中でどういうふうに集中して決めるか、まあ、そして三木選手は、まあ、多分初めてのチャンスですよね、はい。まあ、ここでもいいポジションを取ってますし、一回裏に抜けようとしてニアに入ってきて、前の勝利選手の前で触ると、しかもちょっと右足の後ろ側で、まあ、これよくフォワードは練習でもやることなんですよね。ただここまで綺麗に決まるっていうのは、いや素晴らしいですね、そうですね、はい。まあ、動き出しも良かったですし、それから庄司には小林がついてるんですね。ヘディング、追いつきました金沢、最後は叩き込んだ松田、57分金沢同点1対1。まあ、少しね、確かにミスマッチがありながらも最終的に、まあ、後ろから入ってきた、はい、まあ、鈴木大輔選手の前ですね、まあ、松田選手のジャンプ力高かったですね。さあここも押し込んで藤村預けて中、島田のミドル、キーパー勢い出てきました金沢です。鈴木大輔からサウダーニャへ、さらに流れて左からチャンミンギュ、セットプレーの流れで残っていました小田のクロス、いいボール、うん、ガーッと重なった胸コントロール、いやー来ましたね、この辺り本当やっぱクオリティ高いですね。胸コントロールからボレーシュート叩き込んだ船山、千葉勝ち越し64分。いや簡単じゃないですよ、今裏に抜けてきて、この小田選手のクロスも良かったですし、ここから後ろからキュッと前でディフェンスが、まあ、クリアしたボール、また抑えましたからね、ボレーをこれ抑えるっていうのが一番なんですよね、はい。ちょっとトラップで右側に出して、あれ真ん中飛びすぎるとすぐシュート打てなくなるので、はい、まだプレーの時間を見ます。あ、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、千葉ホーム2連勝、これでリーグ戦4戦負けなし、